今日は朝のストレッチについてお話をしていきたいと思います。よく皆さんからストレッチはどのタイミング、どの時間にやればいいんですかっていうコメントがよく来るんですが、基本的にはいつでもいいんです。体がストレッチを欲してる時に、なんか自分が伸ばしたいなって思った時にストレッチをやっていただけたらいいんですけど、今日はあえて朝のストレッチという括りでお話をさせていただきます。そもそも朝ストレッチはやるべきなのかやらないべきなのかっていう質問がよくあるんですけど、私的には絶対に朝ストレッチをやった方がいいと思います。その理由は後で説明をさせていただきますね。まあ、そもそも皆さん朝はどうされてますか？まあ、私自身はもう朝起きて、まあ、軽くちょっとストレッチをして、今日一日が始まる準備だったり、娘の準備だったり、朝ごはん作ったり、洗濯回したりとか、本当になんかずっと忙しいというかバタバタしているのがもう私の中で朝なので、本当にもう皆さんも絶対朝はバタバタしていてこう忙しいっていう方が多いと思うんですけど、この朝の10分っていうのは本当になんか昼とか夜の10分とは全然違う10分なんですよね。朝の10分って本当に大切な10分。その忙しい朝のこの10分のこの時間を、また大体10分の時間をストレッチに使うべきなのかって考えた時に、私はそんな余裕がないことと、もう忙しいから絶対できないって思ってしまうんですよね。朝はストレッチをやるべきかやらないべきかってなると、まあやるべきなんですけど、皆さんのこの時間っていうのは、まあ、朝あるので、この時間の使い方で自分に合ったペースで時間も短くできるストレッチっていうのをご紹介していきたいなと思います。はい、まず、まあ、大体皆さんこうやって上向いて寝てますよね。で、朝目覚ましが鳴って起きました。そしたら膝をまず曲げていただいて、もう横に倒すだけです。で、あのストレッチなんですけど、もうここを意識してくださいっていうのは朝から考えられません。皆さん絶対考えられないと思うので、なんとなく膝を倒して腰も動かして、こう肩も大きく動かす、これをもう自分のペースで何回か続けてください。で、それが終わったら足を上に上げて、手も上げて、もうこれはもうただただバタ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 ってするだけです。もう手上げるのもだるいって方はもう肘ついてこれでも OK です。でも太ももに足かかとを上げ当てたり、で、これが終わったら次はグーパーグーパー、こう指が一本一本朝から私の足は動くのだろうかってこう不思議な感じでやっていただいてもいいですね。で、これも終わったら次はもうこうやって伸びます。はぁ、力抜いて、もう1回、もう2回ぐらいでいいと思います。で、まあ、起き上がるときは横向いて、おはよう的な感じですね。で、これが理想バージョンでした。でも、あの、もしかしたら現実的にはなんかやっぱりもう朝起きてすぐ携帯を見てしまう方が多いと思うんですよね。仕事のメールが来てないかとか、SNS がどうなってるかとか、まあ、そういう方のためのちょっと朝現実バージョンもやってみたいと思います。まあ、だいたいこうやって寝ていて目覚ましで起きます。まあ、だいたいみんなこうやってすぐ、私もそうなんですけど、こうやってすぐ携帯を触っちゃいますよね。いいんです、触っても。
でも触り方はもう手を上にして足をこうやって動かす。もうこれでもストレッチができています。でもちゃんと腰も動かして、なんとなく腰から上も肩もこうやってか横に動かしていいんですよ。手はもうこうやって動いてて、でこれが終わったら足を次はバッタンバッタンさせて、こっちの指だけこうやってバタバタさせる。反対、まず見れますからね、携帯ちゃんと。これでも OK だと思います。まずできれば伸びの時はやっぱり置いてもらって、体全部をしっかり伸ばして、2回ぐらいしっかり伸ばして、さあ頑張ろうと。また携帯を持っておはようって感じですよね。今までずっとこうストレッチに関してはここを意識してくださいとか、伸びている例えば太もも裏ちゃんと伸びてるなってこう感じながらやってくださいねって皆さんにお伝えしてきたと思うんですけど、朝のストレッチに関しては寝起きからすぐフル回転でここが伸びてるな、気持ちいいななんて考えてる余裕がきっとなかなかないっていうのと、できないと思うので、あとはやっぱり続けることを大事にしてもらいたいので、この寝起きからの少しこう膝を曲げてみるとか、こう運動してみる、体を動かして少しずつ手も足も温かくなってきたなっていうのを感じてもらうやり方なので、本当に朝のストレッチに関してはこういう気持ちもスタイルもラフな感じでストレッチをやっていただけたら嬉しいなと思います。朝のストレッチだけですからね。後のストレッチをやるときにはやっぱりちゃんと意識をして、どこに効いてるんだな、ここが伸びてるなっていうのを感じながらストレッチはやってもらいたいと思います。というわけで最後にもう本当にリアルな私バージョンをやらせていただきます。本当に真似してもらいたくない気持ちでいっぱいなんですけど、現実的にこうリアルな私も見ていただきたいのでやらせていただきますね。まず私は2パターンあるんですけど、まあ、基本的にはこう上向いて寝て、アラームが鳴ってやっぱり携帯見ちゃいます。携帯見るんですけど、もうすぐに足が上がってくるんですよね。なんとなくこれで今日の調子が分かります。ボキボキボキって鳴らして、なんとなくこう、ああ今日調子いいわ、調子悪いわっていうのがなんとなく分かってきます。でまあ携帯も見つつ、なんとなくこうやってやってるんですね。で最終的になんかこうやってローリングとかもして、起きる時におはようおはようおはようって切れちゃったんじゃないこれまあそんな感じです切れたね、ごめんね。まあ起き方は人それぞれですねもう起きる時にこういう姿勢で寝てるんです私。本当に本当にこうやって寝ちゃう癖がありまして、アラームがこれで鳴って起きて、もうこうもできないんですよ。まずしびれてます足が。でもうしびれてるので、まあ、まずは起きれないので寝転んで携帯をやっぱり見ちゃいます。でその間にしびれを取らしてから、もうさっきのようにこうやって起きます。おはようっていう感じです。もうこれで朝からハッピーです。ごめんなさい、こんなことをして以上です。ということで朝のストレッチを紹介させていただきました。本当にみんな人それぞれだと思いますし、自分のペースリズムっていうのがあると思うので、でもその中にも起きてすぐの朝のストレッチを少しでもやっていただければ、なんかこう体の変化が出てくると思うので、そこも楽しんでもらいたいですし、何よりもやっぱり朝起きてこの今日一日を皆さんにハッピーに過ごしてもらいたいので、
ちょっとこうチャレンジしてみてください。私のやり方はやらないでください。ではまたねー。